厳しい残暑が続き、35度以上の猛暑日となる地域もあります。これほど暑いと子どもが公園内で遊ぶときは熱中症だけでなく火傷にも気をつけなければいけませんね。日差しに熱せられた公園の遊具などは70度以上になることがあります。実際どれくらい暑くなるのか、写真とサーモカメラの画像で見ていきましょう。滑り台やブランコ、砂利が敷いてある公園の地面など、いずれも表面温度が60から70度となっています。また金属製の機械式駐車場やアスファルトなども火傷の危険性があることが明らかになっています。こちらもサーモカメラで撮影をすると、それぞれ70度、65度と子どもだけでなく大人も触ると火傷の恐れがあるほどの危険な状態です。子どもは大人と比べて皮膚が薄く体表面積も小さいので、火傷が重症化しやすいという特徴があります。万一火傷したらどのように対処したらよいのか確認していきましょう。火傷の応急処置はとにかく冷やすこと。近くに水道があれば、火傷した部分の熱が下がるまで水道水で冷やします。水道が見当たらない場合は自販機など冷たい水を買い、ハンカチを浸して患部を冷やしましょう。氷があればビニール袋に入れて氷嚢を作り、患部を冷やします。火傷の範囲が狭く明らかに表皮だけであれば、通常数日で治ります。そのレベルを超えると判断したら近くの皮膚科を受診してください。少しでも綺麗に早く治すためには、できるだけすぐに受診しましょう。猛暑は屋外にある様々なものを凶器に変えます。子供が外で遊ぶときは素手や素足で熱くなっているものを触れないように言い聞かせ、またそれより小さなお子さんは離れず付き添うようにしましょう。